こんにちは。2部目の方は共演水よそこい大好きっつという形で演舞させていただきましたが、今度は私たち共演だけの演舞とさせていただきます。曲は共演のオリジナル曲「咲ききらめく風に舞う」という曲を演舞させていただきます。ちょっとメンバーの方も変わったり、辞めていた方がいたり、新しく入ってきてくれた方もいて、また新しい形での演舞は今日が初めてとなります。まだまだ荒削りの部分はたくさんあると思うんですけれども、精一杯、楽しく、そして、美しく風に舞えればいいなと思っております。そしてちょっと私事ではあるんですけれども、あるちょっとね、報告をさせていただきたいと思います。同じチームの長谷川和弘君、手を挙げてください。はい、はい、ですね、共演を初めて見るよって方もたくさんいると思います。そして共演を知っているよって方もいると思うんですけれども、今日はね、ちょっと私の知り合いがたくさん来ていただいているので、改めまして、先月私と長谷川和弘君の方が、結婚をいたしました。ありがとうございます。今日この場で、改めて発表したかったのも、一つ理由がありまして、金賞会錦北連歌の花形先生に、私たちすごくよく、いろんな演舞の方とか指導の方をしていただいたこともあり、何かサプライズで報告できることはないかと考えまして、今日は花形先生が、主催をしていただいた、ここで改めて発表したいということもありました。そしてちょっと名前の方は伏せさせていただきますが、私たちのことをたくさん支えてくれた、保護者の方々と観客の方々、それからカメラマンの方々、たくさんいます。その方たちの支えもあって、私たちが今ここに立てているということをきちんとお伝えしたくて、この場をお借りして、発表させていただきました。私たち夫婦もそうですけれども、公演もまだまだ未熟です。ですが、しっかり、今年も終わって、来年もまたまたその先ももっともっと大きなチームとなって、皆さんに今日はすごいねってもっともっと思ってもらえるように、これからも頑張っていきますので、これからも応援の方よろしくお願いいたします。挨拶の方が長くなってしまいました。今から共演の新曲、咲ききらめく風に舞う演舞させていただきます。
演さん、ありがとうございました。